こんにちは、賃貸の正木の吉田です。本日は、奈良県天理市大野省庁にございますアンマリートハイツのご紹介をさせていただきます。こちらアンマリートハイツなんですけども、非常にアクセスのしやすい立地にある物件となっておりまして、そこがご好評いただいてですね、社会人の方や学生さんともに大人気のアパートとなっております。まず一番最初にご紹介させていただくのはですね、こちら駐車場がついている物件になるんですけども、駐車場非常に止めやすい駐車場が広がってますね。学生さんの場合ですとお車をお持ちの方って少ないと思うんですけどね、お声掛けいただければ引っ越しの時に使っていただいたり、そんなことも可能な、物件となっております。今回見ていただくのお部屋2階のエントランスになるんですけどもね、先にこちら自転車置き場のご紹介させていただきます。全然止まってませんね。時間帯的なものもあると思うんですけども、こちらゆったり止めていただけますので使っていただければと思います。それではエントランスのご紹介させていただきますね。こちらの階段は本当に歩幅に合わせて作られてます。手すりもございますので非常に上り下りしやすいですね。楽々登れると思います。エントランスの風景はこんな感じですね。すごく視認性が良くてですね、セキュリティ的にも安心いただけるようなエントランスになっております。またこちらの物件なんですけどね、アクセスが良くてと私申し上げたんですけども、大学が目の前なんですね。近くて寝坊はもうまずありえないと思います。そんなアンマリートハイツなんですけどもね、ちょっと撮影のタイミングでお部屋の方の動画をアップすることができなかったんですけども、こちらお部屋の中の写真や漢字なんかは全部私どものホームページでアップしておりますので、またそちらの方をご確認いただいた上でお問い合わせいただければと、そんな風に思っております。奈良のおもてなし、奈良の賃貸の正木では皆様の部屋探しを全力で応援いたしております。ご視聴ありがとうございました。